誠司さん。やっぱり君だったんだな。追われてるのね。なぜ刑事に？いろいろと事情があってね。変わったわね、誠司さん。君の方こそすっかり変わってしまって、まるで別の人かと思って。あなたが死んだと知らされて3年よ。変わって当然でしょ。すまない。どうして生きてるって知らせてくれなかったの。牧野さんから言われてきたんですが。何かのお間違いじゃございません？いや、私林ですが、あなたはマリさんでしょ？いえ、違います。失礼。あーだ、いいのかい？誰だか知らないけど。いいの。後で話すわ。今はそっとしておいて。